皆様は助っ人外国人に愛が芽生えたことはありますか？私はあります。私が重くそぶち切れたのは、現役バリバリのメジャーリーガーとして入団したキャプラーが打率1割台だった時でもなく、ミセリが開幕戦で上原の勝利を潰した挙句、開幕から19日で守護神を放棄した時でもなく、あのクソマイコラスがお立ち台で自分の嫁を自慢し始めた時です。確かにマイコラスは巨人軍にとんでもない貢献をしました。助っ人としては珍しく練習の鬼とも言われ、近年で一番真面目な外国人でした。マックス157キロの速球でファンを魅了したりもしました。だが私は言いたい、こんな栄養なとやれたら誰でも150キロ出すわ。さらに奴の暴挙は埋挙にいとまがなく、球場の帰り道には手をつなぎ、これから出すぞと言わんばかりに見せつけ、最終的にはの証拠品まで監修にさらしやがったのです。だが世間の反応は私の心中とは違い、好意的なものばかりでした。挙句の果てには世間の反応に嫁まで調子に乗り始め、なんと日本の芸能界まで動き出したのです。何が芸能界動くじゃ、わしのおちんちんが動いとんじゃボケー。もはや同行した二人の残忍冷徹な非道に対し、我慢の限界に来ていた私は協会幹部を緊急招集、即この嫁をするよう指示した。だがこれを恐れたマイコラスは逃げるように巨人軍を退団、そしてアメリカに逃亡した初年度双子の男女を出産、メジャーで最多勝も挙げた。アメリカでも相変わらずやりまくっているとのメッセージが海を越えて届けられたのだ。これは私への挑発であり、幹部いや協会全体への挑戦状である。行かれ隊員たちよ。奴らは断るごとに卑猥な写真をインスタにアップし、これから作るぞと見せつけた挙句、我々の感情をもてあそび、自分たちのの出汁に使い、実際に現実にリアルに、この後めちゃくちゃしているのである。こんにちは、ネズミです。まあ、冒頭でお伝えした通り、我が教会とマイコラスの間には因縁がありまして、現在アメリカ全土を捜索中で、見つけ次第日本に連れ戻そうとしているんですが、なかなか見つかっていない状況です。でマイコラスなんですが、アメリカに行って初年度は良かったんですが、2019年は9勝14敗と調子が上がらず、2020-2021はもう試合にも出ていない状態です。で公にはこれ怪我ということになってるんですが、違うんですね。マイコラスはやればやるほど調子を上げてくる、まあアメリカ版清田みたいなタイプでして、清田選手も不倫の最中は調子が上がるというタイプだったんで、それに近いです。でマイコラスは日本にいた時は、嫁が日本中でチヤホヤされて、この日本中で大人気のこの女を俺が今やってるで、この大人気の女を俺がっていう感じで夜の気持ちを盛り上げてやりまくって巨人で成績を上げてたんですが、まあアメリカだと嫁も引退して人気っていう感じじゃなくなったんで、マイコラス自身も気持ちが盛り上がらずレスになっていって、成績も落としていったという具合です。まあだから今ちょうどマイコ嫁が空いてるんで、なんとかね、まあ見つけ出して連れてきたいんですが、まだ見つかっていないという状況です。はい、すいません、長くなってしまったんですが、今回はマイコラス並みに最悪な助っ人外国人をご紹介したいと思います。ジョー・ペピトーンはメジャーで12年活躍し、通算打率2割5分8厘、ホームラン219本打ったバリバリのメジャーリーガーです。1973年に鳴り物入りでヤクルトに入ったペピトーンですが、とりあえず日本を舐め切っていました。まず球団がペピトーンデーと銘打ち、外野席を女性に無料開放したダブルヘッダーでは、マンションの玄関が小さく、出入りするたびに頭をぶつけたとの理由で第2試合を欠場。ペピトーンデーにペピトーンがいないという事態に。そしてそのまま嫁との離婚裁判を理由に勝手に帰国し、解決後の8月8日に勝手に帰ってきます。ですがその約1週間後にアキレス腱を痛めたとの理由で練習を休みますが、ディスコで踊り狂う姿が何度も目撃されており、それを知らない関係者からは、ペピトーンのアキレス腱が病院へ行けば行くほど悪化すると不思議がられる事態に。その後も日米を勝手に行き来し、珍しくグラウンドに現れたかと思えばスパイクを忘れ罰金制裁を受けるなど、シフトが入っても出勤してこないアルバイトのような動きを見せます。またトラブルも多く、寮の国際電話ではずっと誰かと喧嘩しており、その請求のタイミングで帰国、そして寮で同室のクリート・ボイヤーに20万円以上の電話代が吹っかけられたこともありました。ボイヤー曰く、電話代だけでなく謎の請求書10万円も押し付けられかけたとのことです。
まあそんなこんなで1年目14試合出場、打率1割6分3厘1本塁打と高卒ルーキーみたいな成績を残したペピトーンは奇跡的に2年目を迎えましたが、オープン戦が始まっても来日しないどころか犬の空輸料金を球団に請求したためそのまま退団となりました。その後さすがにこの件で球界の日米関係の悪化を懸念したドジャースのオーナーピーター・オマリーは真面目で優秀なチャーリー・マニエル選手をヤクルトに移譲し、マニエルはその期待に応え見事ヤクルトを優勝に導きました。一方アメリカに戻ったペピトーンはアクセルをさらに踏み込んでおり、ピエールと拳銃の不法所持、婦女暴行傷害罪、飲酒運転による交通事故など殺人以外は一通り手をつけ、最終的には刑務所へ入団していきました。山崎武史がダメスケットナンバーワン、愛好武史が史上最低の野球選手、小宮山悟が腹綿が煮えくり返ったと太鼓判を押すダメスケット、それがメルホールです。ですがメルホールはメジャーでもドラフト2巡目で指名され、その後ヤンキースでも4番を打ち、ロッテに来る前もヤンキースで打率2割8分15本塁打81打点と活躍した現役バリバリのメジャーリーガーです。ロッテ入団1年目も打率2割9分6厘30本塁打92打点と活躍しました。なぜダメスケットだったのか、その原因は彼の素行にありました。ロッテでは基本的に DH で出場していたホールは、自分の打席が終わるとベンチ裏でゲームをしたり、自分より格下の選手であるミューレンのロッカーを破壊した挙句パシリとして使うなどいじめを行っていました。その件は八木沢監督から2度注意されるも収まることはありませんでした。さらに中日への移籍後はヤクルトへ移籍したミューレンをわざわざ追いかけ、ヤクルトベンチまで行きミューレンをいじめ、さらに中日の同僚アロンゾ・パウエルもいじめていました。ミューレンはこの件に関し、ホールは嫌なやつだった、二度と思い出したくないと語っています。そんなメルホールは現在完全に犯罪者となり、禁錮45年の刑で服役中です。対するミューレンはオランダで代表監督になっています。ホアン・フランシスコはその獲得の責任で巨人の当時の GM 原沢氏の首を飛ばした助っ人外国人というか、おそらく他球団からの工作員です。まず入団間もない2軍戦ベンチでヘをこき、それをセペタのせいにすることでチーム内の分断を図りました。その後5月4日の一塁守備でサヨナラインフィールドフライ事件の立役者となり、翌日にはファールフライ落球、翌々日にはバント処理で不審な動きを行いオールセーフを2回かますなどチームを混乱へ導きます。その後原監督に野球選手じゃないと言われ2軍行き、結局1軍では5試合の出場で成績は18打席で11三振でした。そしてこの5月でフランシスコ獲得の責任を取らされた巨人原沢敦史 GM が解任されました。にもかかわらずフランシスコは球団の女性職員をナンパし、別の職員にそれを注意されると、あの女が俺を誘惑してきたと述べ、2軍のロッカールームでは選手たちを締め出し1人で籠城、大音量で音楽をかけるなどやりたい放題しました。ですがそんなフランシスコの名をみんなが忘れ始めたシーズン終盤、思わぬ形でその名が浮上します。それは2015年9月30日、4人の選手が処罰されたあの巨人野球賭博事件が発端です。この事件で巨人の2軍選手がロッカールームで頻繁に野球賭博を行っていたと報道された際、例のロッカールーム籠城は野球賭博に対するフランシスコなりの抗議だったのではという説が流れ、一時的に男フランシスコ、異国の地で無言の抗議、音楽で賭博を妨害する聖人などと成人化されました。ですが真相は未だ分かっていません。はい、というわけでダメスケットいかがだったでしょうか。まあ個人的にはマイコラスが一番許せませんでしたが、皆様も許せない助っ人いろんな視点でいらっしゃると思うんで、コメント欄で教えていただけると幸いです。まああとちょっと調べるとまだまだダメ外国人いたので、またこのネタは近々取り上げてみようと思います。では現場からは以上です。それでは。